ハローデブリワン、デブデブ待たせたなということでね、はい、11月14日ですね。もう14日か、早いね。はい、今日はね、また見なくていいよ動画ってことでね、朝ごはんを作っていきたいと思います。まあ、いつもはね、コンビニで買ってきて食べるだけなんですけど、まああれなんでね、最近ね、いろいろ作ったりするやつも紹介してるんで、今日はね、またおなじみの、これね、はい、鮭茶漬け長谷園のやつね、これを作っていきます。これとね、あとは、伊勢島さん青さ味噌汁、これ美味しそうでしょ。僕青さ大好きなんでね、とあとはですね、まあ生野菜ですね、サラダと、ごぼうサラダと、まあごま生姜ドレッシング、飲み物はねこれにしようと思います。はい、いつものやつですね。はい、はい、じゃあね、ちょっとね、今回ねこれ、お湯使うんで、もうお湯沸かしてますけども、はい、最近ね、見なくていいよ動画ね、またアップしてくださいって言われるんですけど、なかなかねやる機会がなくて、うん、全然できてなかったんですけど、まあ僕がねコンビニ飯自体があんまり好きじゃないので、あんまりねあれなんですよね。はい、ね、もうご存知の方はいらっしゃると思いますけどね、はい、蓋外すと、ご飯が入ってます。まあね、あんまりこういうのがね、コンビニご飯があんまり好きじゃないんで、ちょっとね、できない時はできないですけど、まあなるべくねやりたいなとは思ってるんですけどね、あんまり時間がなかったりするとね、どうしてもできないんで、あ、危なかった、これ先に入れちゃうとこだった。ラーメンの癖でさ、喋りながらやってると無意識に入れちゃうよな、危ない危ない。ご飯の温め方、ご飯の中身を本体カップに移し、熱湯内線まで注ぎ軽く混ぜほぐすですね。はい、前もね一回やりましたね、これね、紹介でね。まあこういうね、パパッとライス的なやつが入ってますね。綺麗に落ちんな。まず綺麗にボソッと落ちるんかと思ったらそうでもないね、綺麗に落ちんなこれ。これもち米が入ってるんでね、いい匂いがしますね、この段階でもね。で、食べた時すごく美味しい感じがするんですよね、やっぱもち米が大事ですよね。いや、少ないように見えてお腹張るんでね、もち米ほんと最高ですね。もう世の中のお米はもち米になってくれぐらいのねえもち米いいですよ。もち米だけ残るんかもしんないね、出ばっこいから。はい、まあこれはこれでご飯入れました。じゃあ、あとはねお湯注いで1分ですね。お湯注いで1分でお湯を捨てると。てんてんてんてててれれれ、森の香りとヒノキの香り、ててれれ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 れ、はい、お風呂にバスロマン、森の香りとヒノキの香り、アロエにヘチマに潤いコラーゲン、クルセラミドにミルクプロテイン、バスロマンのスキンケアですね。はい、じゃあお湯入れて蓋しました。湯切り口はここになってますんでね、お湯がこぼれないように気をつけてください。1分待ちます。10時22分ですね。まあ大体でいいですけどね、こんなのね。結局またこのお湯切ってまたお湯注ぐんで、じゃあその間にね、この青さの味噌汁作りたいと思います。なんだこれ、
はい、中の具はねこのようになっております。味噌ですね、味噌と青さの具、はい、こんなんですね。はい、こんな感じです。はい、ということでね、はい、入りました。こちら流れないタイプなんでね、こうやって溜まっていくタイプですね。お湯入れます。あぶね、あぶね、お茶漬け落としかけた、あぶね、あぶね、カメラ目線気をつけよう。カメラ目線っていうか画面見てたらあぶねえわ。ダン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 。はい、こんな感じですね。安全対策で蓋しておきましょう。蓋もついてるね、ちゃんとね。よし、じゃあね、もうね、はるかにね、1分は経過してますんで、お湯捨てたいと思います。はい、じゃあね、ご飯ができたのでいい感じですね。はい、はい、お茶漬け入れます。
トゥ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 。はい、ってなわけでね、完成です。はい、お茶漬けなりました。そして逆だこれね、このでっかいこの鮭がいいんですよね。この普通のお茶漬け海苔の、 あの大人のふりかけとかの、シャカシャカパックのレベルではね、ここまでのね熱いやつが入ってないんですよね。これが美味しいんですよ、うん。はい、まあこれはね、僕ちょっと猫舌なんでこうやって置いときまーすってことでね。はい、じゃあ次はですね、サラダ、サラダでございます。サラダ記念日でございます。あ、ごま生姜ドレッシング、このごま生姜ドレッシングはね結構美味しいんでね、僕よくねこれあったら買うようにしてますね。ドレッシングの中ではまあ一番好きかなっていうぐらいです。はい、続いてね、重要なね根菜でございます。根菜、まあ仕事でね荷物を積み合わせ根菜じゃないですよ、根っこの野菜ですね。まあレンコンとかごぼうとか大好きですね。これが重要になってきますね。はい、てなわけでね、はい、じゃあこれで一通りご飯揃いました。ね、サラダと、お茶漬けと、青さの味噌汁ですねと、まあ1日1杯の青汁と、なっております。あ、そこはちょっとあれか、写りがあれか、微妙か。はい、味噌汁、あ、蓋外しとかなきゃあれなんだよな、こぼしたらダメだと思って蓋かっつけといたね。これ冷めない蓋っていうかね、穴が開いてない蓋だから熱いんだよな。はい、じゃあこれで全部完成です。よいしょ。はい、いただきます。うん、うまいね。うん、最高。もうね、チャンネル登録5000人突破記念パーティー&僕の誕生日会、ね、
まだね、あの参加者募集してますけども、もうね着々とね、あの 仮出席希望の方がですね、行けるかどうか、出欠のね是非をいただいております。氷室蓮華さんね、氷室蓮華さん、参加できませんってことで、ね、ちょっとねお仕事でね参加できませんということでね、ご連絡いただきました。あとね立花 ZC6 さん、仮参加希望、ね行けますってことでね、参加、しますってことでね、ご連絡いただきました。あとね出口浩二さんの奥さん、ちょっと、ね、行けませんってことでですね、あれ確かそうでしたよね。あれ出口浩二さんの奥さんでしたっけ、あれ内海信文さんでしたっけ、あれどっちだったっけ、あちょっとあらちょっとド忘れしちゃいました、ごめんなさい。出口浩二さんだったか内海信文さんだったかどっちだったかな、の奥さんがね参加できないってことでね、ご連絡いただきました。はい、ね有名な方揃いでございます。いろんなね、トラック YouTuber のコメント欄ないしはね、ライブストリーミング生放送でね、よく見かける名前の方ばかり勢揃いでございますんでね、はい、まだ参加募集しております。よかったらね、参加希望、おっしゃってください。11月26日土曜日、夜7時からですね、11時まで飲み放題、6000円となっております。お金ある方はね別料金になりますけど、朝までね飲んでいただいて構いません。僕も朝までねいるつもりなんでね、こんな感じでね5000人って言ってたんだけども、8000人超えたしさ、早いわ。もう年内1万人行くんじゃないのっていう声までいただいてて、ほんとねまさかまさかですよ僕からしたらね。ぜひこの機会にね参加したい方、僕に会いたいなって方はね参加してください。グッズ販売もしますんでね、グッズ販売も行いますんで、まあ、ミニのぼりとですね、あとステッカーですね、ステッカーこれね、これあとねタンブラー、絵柄が2種類あります、タンブラーね、それも当日販売いたします。あとねこのステッカーね、トラックサイズちょっと30センチ幅ででかいんですけど、乗用車用にねこれのちっちゃいバージョン作りました。ちょっとちっちゃくなりますね、これの8割分ぐらいの大きさかな、ちょっと寸法忘れたんですけど、乗用車サイズのやつも作りましたんで、それもね販売していこうかなと思っております。タンブラー2500円、ミニのぼり2500円、ステッカー2000円でございます。ちょっとちっちゃいやつはねちょっとまだ値段決めてないですけど、うまいね。結構ね僕のチャンネルのグッズをねトラックにつけとくと、他の人からあ、長谷川さんの動画見てるんですねとかね、僕も見てるんですよとかね、結構声かけられるらしいですよ。僕はもう1週間2回は必ず声かけられますよ、どこかで。声かけられないときは、声かけられるのがそれぐらいで、それ以上にねやっぱりチラチラ見られるねあこいつ絶対リスナーだなーみたいな、隠れリスナーなんかなみたいな。あとねツイッターね、こまめなあの絡みとかね、あとはグッズの個人販売のね、やり取りとかね、
まあ、あとね、細かいお知らせとか全部ツイッターでやってるんで、ツイッターフォローまだの方ね、ツイッターの方、フォローお願いします。ね、ちなみに豆知識、こうやってね、汁物残るでしょ。ドレッシングとかさ、まあラーメンの汁は飲むとしても、こういうさ、弁当とかの中に汁が出るじゃん。これをゴミ箱とかにぶち込んだり、そこの辺に置いとくと、こぼれて大変なことになる経験とかあるでしょ。あのね、一番いいのは、ティッシュ入れるんですよ。一番いいのは、まあね、メガネ拭いたりね、鼻かんだりオナニーしたティッシュを取っといて、こうやってね、弁当のパックの中にティッシュを入れて蓋しちゃうんですよ。そしたらね、多少こう吸ってくれるんで、こぼれてジュクジュクになる心配がね、激減するんですよ。こうしとけばね、ゴミ、安全でしょ。これちょっと豆知識。ちょっとね、トラッカー用のあの豆知識でした。さあ、もう食べた、冷めたかな？ちょうどいい感じでしょ。ちょうどいい感じでしょ。うん、いい感じだね。暑いのダメだからね。あ、ちょうどいいわ。うん。米の膨れ具合もちょうどいい。うまっ、うまい、ほんとうまい。ちゃんと鮭の味なのがいいよね。なんとなく鮭風味とかじゃなくて、ちゃんと鮭の味がするのがいいね。ここら辺が安物のお茶漬け海苔とは違うよね。さすが中谷ね。今までね、ふりかけとかお茶漬けとか、やっぱりご飯の脇役、まあなくてはならないものだけど、脇役だったじゃないですか。こうやってね、メインの食、食という場面にね、踊り出てきたのはすごい評価できますよ。楽しみだな、ほんと。8月に第1回のオフ会、代々木公園でやって、3ヶ月ぶり、まあ結構空いてるように思うけど、それでも3ヶ月ぶりか。結構間隔短いっちゃ短いよね。第1回参加してくれた人も揃いますから、ね、あ、小林以外か、小林くん以外は来ますんでね。あー、うまい、ほんとうまい。やっぱね、コンビニ弁当とかさ、カップラーメンもいいけど、なんか全然こっちの方がいいよね。あー、うまい、ほんとうまいわ、マジで。ちょっと寒くなってきたが、寒くなってきたが格別うまいね。
はい、伊勢島さん、あおさ味噌汁。はい、うまいね。これファミリーマートだね。マルコメ、あ、マルコメだ。マルコメ味噌だ。冬場になるとね、YouTube で広告入るよね。マルコメ味噌ね。やっぱインスタントのこの底が辛いのがいいよね。あー美味しかった。ちょっと腹張り足んないね。まだここからカレー飯作ってもいいけど、もうこれぐらいにしとくわ。昼飯ちょっと豪華にいこうかな。もう控えめぐらいがちょうど美味しいんだよ、うん、これでカレー飯食べちゃったらさ、ちょうどこの和食の口の中がさ、もうね、結局カレー飯になっちゃうから。あーうまかった、マジで。この青さの香りが残るのがいいわ。ありだね。今回ありだね、これね。ごちそうさまです。さあどうしような、寝るか、動画編集してアップするか、1本ぐらいどうしような、迷うけど、とりあえず寝よっかな。はい、それじゃあね、今福崎なんですけどね、荷物何に決まるか分かんないけど、関東行きかな、やっぱり。今週も皆さんよろしくお願いします。まだ月曜日だ。福崎まで遠かった。はい、じゃあ電話かかってきたんで、仕事決まったかな。バイ、また見てください。